では第12回の甲状腺検査評価会を開催したいと思います。この時期っていうのは年度末で皆さんいろんな雑用を抱えて、私なんかも報告書をやっぱりまとめないといかんというような時期で、大変お忙しい時期、皆さん集まっていただきまして本当にありがとうございます。この甲状腺検査評価部会、元々のミッションが、放射線と甲状腺がどういうふうに今考えていけばいいのかというミッションがあったわけですが、ようやく今回線量との関係でまずこの資料が出てくる段階まで来ました。まだまだ非常にナイーブな解析の段階ですが、これからも鋭意解析を進めていきたいと思います。それでは早速今日の会合を始めたいと思います。一番最初に議事録の署名人2名を会長の方の件名で指名させていただきます。ご順音順に田中先生と祖父江先生、よろしいでしょうか。お二人の先生、よろしくお願いいたします。では最初に議事の1、本格検査、検査2回目の結果について事務局の方から説明をお願いいたします。はい、福島医大の志村から報告させていただきます。資料1の1をご覧ください。これは前回までの評価部会におきまして、悪性あるいは悪性疑いの方の発見率には先行検査における結節発見率の年次的変化、あるいは先行検査一次検査と本格検査の一次検査の間の検査間隔の違い、本格検査における高校卒業後の世代の受診率の低下、また加えて細胞診の実施率の変化などが行楽因子として関与しているのではないかということがご議論いただいております。今回このうち細胞診の実施率について詳細な分析のご依頼をいただいておりましたので解析を行いました。今回の解析は前回の評価部会でご提案いただいた方法に従い行っております。資料1の1のデータにつきましては、前回と同様に本格検査1回目の結果を解析したもので、先行検査と本格検査両方とも受診した方を対象としております。まず1ですが、これは一次検査実施年度別に本格検査受診者を2群に分けておりまして、細胞診の実施率および悪性疑いの発見率を、ここでは二次検査の時の結節系の分類別で解析いたしました。図1をご覧ください。これは、一次検査、本格検査の一次検査実施年度別に見た、二次検査で結節が あると確認された方の、サイズ別の割合を示しています。横軸は二次検査における結節の最大形、縦軸は、全体のうちのパーセンテージを示しています。ご覧になりますように2014年度および2015年度実施分とともに、10ミリ以下の結節が最も割合が高くて、20.1 ミリ以上の結節の割合は低くなっております。図2をご覧ください。これは、各年度別の細胞診実施率および悪性ないし悪性疑いの発見率を示しております。2015年度実施群におきましては、2014年度実施群と比較しまして細胞診実施率は低くなっておりまして、悪性あるいは悪性疑いの発見率も、差はやや少なくなっておりますが同様の傾向を示しております。図3ですが、これは図2のデータを二次検査実点の結節系別に示したグラフです。
細胞診実施率は 20.1 ミリ以上の結節において粘度感の差は認められませんでしたが、10.1 から20.0 および10ミリ以下の結節におきましては粘度感の差が見られました。一方、悪性あるいは悪性疑い発見率は、10.1 から20.0ミリメートルでは差が少なかったのに対しまして、 10.0 ミリ以下の結節では粘度感差が認められました。 20.1 ミリ以上におきましては、粘度感差が大きな粘度感差が認められておりますが、 20.1 ミリ以上の結節を有する方の数が少ないため、この結果の信頼性は低いと思われました。なお、この悪性あるいは悪性疑い発見率に関しましては、今回のデータでは、結節がある方、二次検査で結節が確認されている方を分母にした発見率となっておりまして、前回のデータとは、計算方法が異なっております。以上をまとめますと、10ミリ以下および10.1 から 20.0 ミリメートルの群では、2014年度実施群において細胞診実施率と悪性あるいは悪性疑いの発見率が高い傾向が示しておりました。次に2に移らせていただきます。細胞診実施率および悪性ないし悪性疑いの発見率を地域別に検討しました。4地域の分類は、前回と同じ、ですが、中1から中4に記載した通りであります。図4は、地域別に見た、二次検査時に、結節を認めた方を、その時の結節系別に分類した割合を示しています。横軸は二次検査時の結節系の最大系となります。ご覧になりますように、すべての地域において10ミリ以下の結節が最も割合が高くて、20.1 ミリ以上の結節の割合が低くなっております。次に図5です。図5は各地域別の細胞診実施率および悪性ないし悪性疑いの発見率を示しております。細胞診実施率は避難区域等という、ちょっと略させていただきましたけれども、の地域が最も高く、次いで中通り、浜通り、会津地方の順で低くなっております。また悪性あるいは悪性疑い発見率も同様の傾向を示しておりました。図6ですが、これも同様に図5のデータを二次検査地点での結節系列に示したグラフです。細胞診実施率は 20.1 ミリ以上の結節において地域間に大きな差は認められませんでしたが、10ミリ以下および 10.1 から 20.0 のミリグラミリの群では、避難区域等と中通りにおいて細胞診実施率が高い傾向を示しておりました。悪性あるいは悪性疑い発見率につきましても、10ミリ以下および10.1 から 20.0 ミリの群では細胞診実施率と同様の傾向が認められました。 20.1 ミリ以上の群におきましては地域差が大きかったというデータが示されておりますが、これは 20.1 ミリ以上の結節の有する方の数が非常に少ないため、ちょっとパーセンテージとしては結果の信頼性は低いと考えられました。以上、2番のデータをまとめさせていただきますと、細胞診の実施率及び悪性ないし悪性疑いの発見率は避難区域等で最も高く、次いで中通り、浜通り、会津地方の順でした。10ミリ以下、あるいは 10.1 から 20.0 ミリの群では、避難区域等と中通りにおいて、細胞診実施率と悪性、あるいは悪性疑い発見率が高い傾向を示しました。20.1 ミリ以上の群では細胞診実施率に明らかな地域差は認められませんでした。最後に3番です。3番は、同様な、解析を
すいません。二次検査、すみません。この同様の結果をですね、二次検査の、あ、申し訳ないです。前行検査、前回のクールの前行検査において再更新を実施した方と、すみません。なんか、マイクを変えました。もう一回、ちょっと、3番の説明をさせていただきます。これは、先ほどと同じように細胞診実施率および悪性内視悪性疑いの発見率を先行検査の時の、細胞診を実施された方あるいは実施されてない非実施の方に分けて、検討しました。先行検査の時に細胞診を実施して、本格検査を受診された方は122人、先行検査の時に非実施だった方は1302人いらっしゃいました。図7は、その先行検査時の細胞診実施非実施別に見ました、二次検査時結節系分類別結節有権者の割合を示しています。横軸は二次検査時点での結節の最大系です。ご覧になりますように先行検査時に再更新を実施されていた方は二次検査の使用権としましては、非実施群に比較しまして 10.1 から 20mm および 20.1mm の、グループ群に分類されているものが多い傾向が見られました。図8をご覧ください。これも、先行検査の時の再更新実施非実施別に見たデータであります。左の細胞診実施率のグラフは本格検査における細胞診の実施率を示しており、横軸は先行検査時の細胞診実施非実施を示しています。本格検査における細胞診実施率は先行検査で細胞診を実施されていた方については非実施の方よりも本格検査における細胞診実施率は低くなっておりました。また悪性あるいは悪性疑い発見率も同様の傾向を示していました。図9は、図8のデータを二次検査別の二次検査時点での結節系別のに分類したグラフです。本格検査時の細胞診実施率は全ての使用権のグループにおいて先行検査における細胞診非実施群の方が実施群と比較しまして細胞診実施率は高い傾向が認められました。また悪性あるいは悪性疑い発見率も同様の傾向を示しておりました。以上をまとめますと、先行検査において細胞診を実施している場合いずれの結節系においても本格検査において細胞診実施率および悪性内視悪性疑いの発見率は低くなる傾向が認められました。説明は以上です。はい、ありがとうございます。最初の1のところと2のところっていうのは基本的に細胞診実施率と悪性疑いの発見率がかなり相関して動いているというようなデータだと思います。でちょっと分かりづらいのが3の方でして、こちらは先行検査で細胞診を実施してたかどうかというのがあまり本格検査の方の発見に率に関係はなかったということをおっしゃりたいんでしょうか。ちょっとそこの解釈どういうふうに考えますでしょうか。はい、以前から申し上げておりましたが、先行検査で細胞診を実施されて、かつ本格検査に受診をされた方は、先行検査の時の所見と、増大傾向あるいは超音波所見の変化があったもののみ細胞診を実施するという運用をしております。そのために、先行検査で細胞診を実施された122名においては、実施されてなかった方よりも細胞診の実施率は下がっていまして、
それを反映して悪性疑いの発見率も下がっているという状況であります。しかし一方再更新を実施された方の使用権は、大きい方に少しシフトしているという特徴もございました。はい、ありがとうございました。委員の先生の宅の資料に関して質問をございますでしょうか。はい、須藤先生。図1から3と図4から6はですね、本格検査1回目の状況ですね、これ2014年、15年、あるいは地域と。で、おそらく避難地域が2014年に行われたということで、避難地域、あるいは2014年が高いということで理解できますけれども、先行検査の時の再更新の実施状況というのが、地域別でどうだったのかというところとちょっと関連がですね、をこう説明してもらうと理解がしやすいと思います。志村先生。はい、志村です。この、再更新を実施された方と再更新を実施してない方に加えて地域別で分類しますと、各群の、数っていうか募集団の数が、さらに少なくなりまして、非常にこうバラバラして一定の傾向が出ないようなデータになってたと記憶しています。質問はですね、再更新実施率、あれ実施割合が先行検査時に地域別に違ってたのかどうかです。先行検査では、再更新の実施率は、避難区域が最も高くなっておりまして、さっき中通り、浜通り、会津地方の順に再更新の実施率は下がっております。したがいまして、そこから再受診された方もその傾向を維持し継続されていたと記憶しています。同じ傾向が再更新実施された方が、避難区域で多いという傾向があったと思います。いや、だとするとちょっと逆になってますね。今非実施割合、非実施の人が多いところで、本格検査での再更新実施率が高く、悪性あるいは悪性疑い発見率が高く。だからちょっと私もちょっとうろ覚えなんですけども、B 判定の割合が確か避難地域が少なかったんじゃないですか。で、その B 判定の中で再更新の実施率が避難地域が高かった、そういう関係がなかったんですか。はい、志村です。その通りです。で、再更新実施をされて本格検査に再度受診された方は、二次検査に受診された方の、全体の 10% になりますので、その方々の変化というのは再更新非実施の方の方がその10倍ありますので、そちらの方に引っ張られている、いわゆる全体のデータに対する再更新実施者の寄与度っていうか、そういったものは少ないという状況もございます。はい、他質問ございませんでしょうか。はい、南谷ですけど、図2のちょっと確認なんですけど、2014年度と2015年度のその再更新の実施率が 10% ぐらい違うわけですが、ただ対象者は基準が一緒なわけですよね。で、それでこの率が違うっていうのはどういうことなんでしょうか。はい、なかなか明確な志村です。なかなか明確な答えは難しいところもありますが、先行検査から再更新実施率の傾向を見ますと、年次推移で少しずつ下がってきているという傾向が全体的には見られます。そういう傾向の一環としてここで差が出ているということが考えられます。再更新実施の基準は変えてはいませんけども、
チョンッパー画像の評価に関しましては、まあ、我々も経験が積んできて、その見方も少しずつブラッシュアップされてるっていうことも あるのかもしれませんけども、少し明確な理由はちょっとまだ分かりません。そうすると必ずしも大きさだけで細胞診をするかどうか決めてるわけじゃなくて、そういう理解でよろしいですか？内部構造とか。はい、特に 20.1 ミリ以上は大きさで決めておりますが、それ以下は超音波画像の、所見を評価した上で決めているという状況です。片野です。一点だけ確認なんですけど、その、3番の、細胞診実施しているのは個人単位の情報をもとにしているということですね。志村です。その通りです。で、1番も地域ごとではなくて個人単位で 何年度に受けたかどうかで分けてますか？その通りです。分かりました。質問は以上なんですけど、感想としてはやっぱり細胞診の実施率が、例えば2番だと3倍近く、地域によって違っていて、一番低いところで 6% とか、高いところだと 18% ぐらいまであって、それが悪性あるいは悪性疑いの発見率と、これだけきれいに相関しているので、非常にその線量との関係を見るときに非常に解釈が難しいなという感想を持ちました。以上です。はい、はい、大阪大学の高野ですけども、先ほど の志村先生のお話で超音波所見の見方がブラッシュアップされたので率が減ったというお話だったんですけども、そうだとすれば より悪性を拾い上げる効率が上がっているはずなので、悪性あるいは悪性疑い発見率が細胞診実施率とほぼパラレルに動いているということでしたら、そのケースはちょっと考えにくいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか？はい、志村です。志村です。一つ のスペキュレーションであって全てが分かっているわけではございませんので、今後の課題とは思われます。今の質問にちょっと関連するんですが、これは外科の先生の方がお答えになった方がいいと思うんですが、年度によって実際に手術まで回っていった腫瘍のステージですか、その辺というのはどうだったんでしょうか？もし年度によって違ってきてたのかどうかということなんですけど、本日、志村です。本日手術を担当しているドクターが不在ですので、ちょっと詳細は答えが、すいません。入ってないです。ました。甲状腺内視センターの横谷です。今測定することはできませんが、それは可能なので、ちょうど時間系列を置いたときに、ほぼ今までのそのデータっていうのは先行検査で見つかったケースが最終的に手術どうだったかというところは分かってくる。その先のところはようやく分かってきたところなので、ちょうどそれが可能になってきているというので、これからそれに対する答えが出してくることができるだろうというふうに思っております。ただ発見の年っていうのは何で定義するかによっても変わってくるので、そこら辺考えていかないと、傾向が見えないのかもしれませんので、検討したいと考えております。以上です。はい、よろしくお願いします。はい、片野です。もう一点だけ確認なんですけど、1番と2番の関係についてなんですけど、2番がその地域別 の集計になってて、でざっくり言えばその避難区域等々中通りが2014年度
に実施したという、そういう理解でいいですか。少数の例外はございますけれども、まあ、基本的にはそういう関係性があります。先ほど、まあ、個自体で何年の受けたかで集計はしているけれども、だから、まあ、2番の例えば図号その4もあるラインを真ん中で割ったものがその1番のグラフに大体相当しているという、そういう理解でいいですか。ただ中通りは実際は2014年度で検査を行った市町村と2015年度に検査を行った市町村がございますので、中通りについてはクリアには分けられないという状況ではあります。はい、分かりました。ありがとうございます。先ほど私が質問したことに対して自分で一つ答えるのも変なんですが、以前からこの部会の中で使用形の分布が年度によって随分違ってきてて、2014年度に当たったかと思うんですが、使用権が小さくなって、他の年よりも小さくなってたっていうデータを以前お見せいただいたように思います。ですからちょっとこの同じ細胞診実施率で実際はその時に発見されているもののステージが違ってるんではないかっていうのが先ほど私が質問した内容でしたんで、もっと外科のデータをこれから解析して示していただけるということなので期待しております。よろしくお願いしたいと思います。他よろしいでしょうか。それちょっと次のに関係するんですけども、こうやって今まで年度あるいは地域によって悪性疑いの発見率に大きく影響を出るものっていうのはこの間の解析で何個か出てきました。一番最初の志村先生の方からもありましたけども、まあ、検査感覚で、当然検査感覚っていうのはその受診者の年齢分布に関係してきますし、それぞれも特に初見の多くなる年長の人たちの受診率の地域差があるのかとか、あるいはこの年度の細胞診の実施率っていう、こういうものがおそらくその発見率に随分影響してくるんだろうと思っています。でこのほか今までの解析の中で今後占領との関係で行楽因子あるいはバイアスの原因なりそうなものを解析に入れていくとしたとき、今私が挙げたものの他にどういうものが考えられるでしょうか。ソフィエ先生、片野田先生、スペシフィックに聞きたいんですけど、甲状腺に関してはその大きなリスク要因というのはあんまりないんですよね。タバコとか、なんかウイルス感染とかそういうことではなくて、そこのベースラインはそこは変わらないと思うので、やっぱりその検診の受け方ですね、やり方、ここのところの違いを、いかに、その占領との関係を見るときに説明変数として加えていくかということですけれども、今把握しているこの検診の実施年度、細胞判定のこう基準、それから細胞診の実施割合等々、それを加味していくということはそうなんですけども、それ以外に何か、私たちがこれが疑わしいというよりはですね、現場の方々で、発見率に関係するようなこう検診のやり方に関してのファクターを、考えていただけると、サジェスションしていただけると、ありがたいと思います。今鈴木先生がおっしゃったのは、年齢と、検査感覚で、細胞診の検診への参加率ですね、受診率で、細胞診の実施割合も入っていて、であと総務委から先ほどお話があったその B 判定率も、年度によって違うということだったので、それを入れるということと、で先ほどの資料の
1の1の3のその前回の結果っていうのが影響しているとなると、これがちょっと私自身もどういうふうに入れていいのかなんとなく思いつかないんですが、ちょっとこの3番のやつだけが扱いが難しいかなという印象を持っています。他は今挙げたようなものを考慮できれば考慮した方がいいというのが私の意見ではありますけれども、その先ほどの資料でもありましたけど、まあ、ざっくりその年度でかなり傾向が変わっているということなので、まだその年度で分けてっていうのもありかと思います。はい、ありがとうございます。まあ、これは今後の解析の中で今の挙げられたような認識等を解析に加えていくかと、また継続して議論していきたいと思います。では続いて資料の1の2の方に移りたいと思います。事務局の方から説明をお願いいたします。福島医大の池口の沖田と申します。私の方から説明させていただきます。資料1の2の方をご覧ください。市町村別、アンスケア水系甲状腺吸収線量と、悪性あるいは悪性疑い発見室との関係性をですね、示したグラフになります。付属参考資料を見ていただきますと、こちらの方にですね、アンスケア2013年報告書抜粋と書かれた参考資料がございます。こちらの方の報告書にですね、アンスケアの方で、東日本大震災後の原子力事故後にのですね、放射線被爆レベルの影響ということで、放射線被爆レベルをですね、まあ、各市町村ごとにですね、推計しているものがございます。あらかじめ申しておきますと、こちらの方の4ページ、5ページの方に書かれてますように、こちらの推計にはですね、不確かさというものがですね、大きく影響しておりますので、これがすべて のものを反映しているわけではないということをですね、まず、ご了承いただけたらなと思います。で、まずですね、私どもがこちらの方、まず最初の1番ですけども、震災時、6歳から14歳の対象者における、アンスケア水系甲状腺吸収線量と、悪性あるいは悪性疑い発見率との関連性をですね、示したものです。で、これはですね、こちらの方の、参考資料におけます、テーブルのですね、C16 の2というものをですね、ご覧いただけたと思うんですけども、こちらの方はですね、12ページになります。参考資料5の12ページに、テーブル C16 の2というのがございますが、これはですね、その当時10歳の子供におけるですね、1年間の甲状腺の平均の吸収線量を示したものです。で、ここのグラフはです、表はですね、避難区域以外の福島県内の、市町村の推計線量を示したもので、一番右側にですね、トータルと書いてあります。で、このトータルと書いてあるその数値をですね、10歳と書いてありますけども、こちらの推計は1歳と10歳と、アダルトということでですね、評価の方を行っておりまして、今回の、解析では、6歳未満がほとんどですね、甲状腺発見率がないということからですね、6歳から16歳以上の方を対象として、評価しました。で、この10歳のテーブル16の2とこの数字をですね、6歳から14歳の子どもたちの解析の方に用いております。で、こちらの右側の一番右のトータルが避難区域以外の甲状腺の吸収線量ということになりますが、もう一つですね、テーブル C の18の5をご覧いただけたらと思います。こちらはですね、参考資料5の40ページの方に書かれております。40ページの方を見ていただきますと、避難区域のですね、同じ10歳の方の1年間の平均の甲状腺、推計線量が出ております。ただし、見ていただければ分かりますように、双葉町、それから楢葉町、浪江町、町書いてありますけれども、何種類か要するに避難区域別にですね、推計がされております。
で私どもの、あのデータではこの誰が避難したかと、どこをどういう経路で避難したかという情報をですね、正確には持ち合わせておりませんので、今回は例えば、双葉町であればですね、2種類のトータルドーズ、右から3番目のところにトータルドーズが書いてありますけども、その中で一番高い線量を当てはめて、そこの数値を用いました。すなわち、双葉町の10歳、まあ、ここでいうと6歳から14歳の子どもはですね、全て、このトータルドーズである14ミリグレイという数字をですね、全ての子どもたちに当てはめてですね、評価を行っております。で元に戻っていただきまして、資料1の2のですね、最初の丸1の7のページに書いてあります、地図別にですね、推定甲状腺吸収線量というのを書いてあります。でここで、先ほどの表の、トータルドーズをですね、ここの市町村に全て当てはめました。そうしますと、例えば会津 地域で言えば、まあ、ほとんどが20ミリグレイ未満ということになりますし、一番高いところで言いますと、いわき市とか南相馬市がですね、30ミリグレイ以上ということで、こういうふうに地図上で色分けしております。で、この人たちの発見率というのをですね、先行検査と本格検査と分けて、その発見率を、オツ比を、見たものです。で、オツ比はですね、20ミリグレイ未満を、リファレンスとしまして、1としまして、性年齢を調整した上で何倍発見があるかというものをですね、見たものです。で、図1の方にですね、先行検査と本格検査の、発見率のオツ比を見ているにもりますが、こちら見ていきますと、先行検査ではですね、20ミリのところ、20以上、25未満のところで若干上がっているようには見えますが、有意な上昇ではございません。全体的に量反応関係というのは見られないというのがですね、今回のこの図で見て取れるかと思います。本格検査におきましては、同じように20以上25未満のところでですね、やや上昇が見られておりまして、でこの丸の、間の上下の線は 95% 信頼区間を示しておりますので、ここのところで、まあ、1以上となっておりますので、ここの部分で優位にですね、上昇が見られております。しかしながら全体的に量反応関係は見られてないというのがこれで見て取れるかなと思います。これが6歳から14歳までの結果です。で続きまして、丸1の8を見ていただけたと思います。こちらはですね、先ほどは、その地域、避難区域の、最大線量を全ての、子どもたちに当てはめて、計算したものですけれども、今度は、最小値を当てはめて、同じような解析を行っております。図の方を見ていただければ分かりますように、ほぼ先ほどと同じような分布はしておりますけども、どちらかというと最小値の方を用いてますので、やや低い方にですね、まあ、色分けが多くなっているかと思います。でこちらで見ましても同じように解析をさせてもらいました。で、先行検査、本格検査両方ですね、見ていただきますと、先ほどと同じような関連性が見られまして、先行検査、本格検査ともにですね、20以上25未満のところでですね、やや発見率の上昇が見られておりますが、量反応関係はやはり見て取れないというふうに思います。で続きまして、1の9をご覧ください。こちらはですね、震災時15歳以上の対象者をですね、同じようにですね、アンスケア推計甲状腺吸収線量と、悪性あるいは悪性疑いの発見率とのですね、関係性を示したものです。でこちらはどのものを使いましたかというと、先ほどの参考資料5にあります、まず C16 の1というですね、表をご覧ください。こちらはですね、こちらの方のですね、ちょうど10ページになると思いますけども、10ページですね、
で、ここもですね、同じように、避難区域以外の、アダルトと書いてありますけども、大人のですね、1年間における、平均吸収線量を、示したものです。で、一番右側にトータルと書いてありますけども、このトータルの線量を、各市町村に当てはめてですね、計算を行いました。で、同じように避難区域の方はですね、C18-4 の方をご覧ください。こちらはですね、39ページになります。で、39ページの C18-4 アダルトと書いてありますが、ここの大人のですね、各避難区域のですね、吸収線量を見ているもので、一番右から3番目にですね、トータルドーズと書いてありますが、この線量を、全ての、まあ、住民に当てはめてですね、計算を行ったものです。で、元に戻りまして、1-9というところに、福島県の地図上にですね、水系甲状腺吸収線量の分布が書かれております。で、15歳大人ですので、甲状腺吸収線量は子どもに比べると低くなっておりまして、10ミリグレー未満のですね、ところをですね、リファレンスにしまして、それ以上の、4つのすべてのカテゴリーで、オッズ比をですね、計算しております。で、こちら、図3の方に、先行検査と本格検査、そしてこちらはですね、甲状腺吸収線量の最大値をですね、当てはめて計算したものですけども、先行検査、本格検査ともにですね、オッズ比の上昇、すなわち発見率の、上昇は、見られておりません。で、続きまして、1-10にですね、こちらの方は最小値を当てはめてですね、関係性を見たものでございますが、こちらもですね、同様に、10未満をですね、リファレンスにして、青年齢を調整、オッズ比を、示したものですが、やはりですね、水系甲状腺吸収線量と、それから発見率との間にですね、関連性は特に見られませんでした。1-11の結果の方をまとめております。アンスケアによるですね、推定甲状腺吸収線量は、理論的な推計計算による事故後1年間の推計値であります。ですので、先ほども申しましたが、実際上のですね、ものとは異なっている可能性があります。また、お一人お一人 のものをですね、行動によって違いがありますが、今回、すべての、一つの自治体ではですね、同じ線量をですね、当てはめておりますので、実際 の個人の線量とはですね、差異がある可能性がありますことをご了承ください。震災時年齢が6から14歳の対象者及び15歳以上の対象者において、線量依存性、の悪性あるいは悪性疑い発見の性年齢調整オッズ比の上昇傾向は認められませんでした。また、各市町村、平均水系甲状腺総吸収線量の最大値、または最小値、両方ともにですね、用いて解析を行いましたが、その傾向に差異は、明らかな差異は認められませんでした。以上でございます。はい、ありがとうございます。ちょっと議論に入る前に、私の方からアンスケア の線量評価に関してコメントをさせていただきます。先ほど大平先生の方からも不確実性がある、不確かさがあるということでご説明あったと思いますが、福島の事故で事故早期の放射性要素の実測値が非常に少ないです。特にこういう線量評価において必要なのは空気中にどのくらいの放射性要素が漂っていたかという濃度の時間経緯、それからその場所の経緯です。それがあればかなり正確な評価ができますし、実際に住民の甲状腺を測定していけば、どのくらい の内部被曝があったかというのを実際に知ることができるわけです。で、そういうものが少なかったためにアンスケアは何をやったかと言いますと、これは大気輸送拡散沈着モデルっていう ADDM と言っておりますが、日本でいうと WSPD って皆さんご存知かと思いますが、そういうコンピューターシミュレーションで線量を評価しております。
このコンピューターシミュレーションのベースになっている考え方っていうのは、原発からどのくらいの割合で例えば放射性要素が放出されていたかと、でその放出されていた時に風はどう動いてて、その放出された、まあ、放射性物質の雲、プルームといってます、それがどの方向に飛んでいったか、これをコンピューターでシミュレーションしております。ところがこのシミュレーションっていうのが、まあ、今私たちも研究していますが非常に難しい。その難しい第一は本当の意味で気象のその時風がどっちに吹いてたかとかいうのを正確に知ることができません。特に3月12日のプルームが、まあ、北の方向に飛んでるわけですが、それがどういうどこの地域まで含んで飛んでいたか、あるいはいつの段階で到達したかというのは非常に不確実性がありました。現在その再評価をやってまして、そこの中には双葉とかあるいは南相馬とか新地とかそういうところで SPM という大気中の浮遊物質 の測定ステーションがありましたが、そのデータを使って今この時期どのくらいの例えば放射性セシウムが飛んでたかっていうのはかなり正確に分かるようになってきてます。ただこのアンスケアのデータをまとめた段階ではまだそういうデータが利用されてませんので、まだまだ不確実性の高いものだということを承知していただきたいと思います。このアンスケアの参考資料5の例えば5ページ目この、段落の112とかの一番最後に書いてありますが、ATDM 解析に直接基づいているこれらの住民グループの地域平均実効線量と増給収線量は特定の場所と時間に関する ATDM 解析の結果不確かさがあるため、一般的に4倍から5倍過大評価あるいは過小評価になっている。要するにそのくらいの幅のある評価しかまだこのハンスケアの段階ではできてなかったということになります。だからその下に114のパラグラフがありますが、アンスケアの線量評価の中で例えば福島県民全体で言いますと先ほどの例えば、C の16の、15ページちょっと見てください。これは1歳児のものですが、この表の一番右から2番目インジェスションという項目があります。インジェスションというのは蛍光で口から入った量です。これが例えば1歳児ですと 32.79mg、 みんな一律に当てられています。これはどういう過程をしていたかというと、先ほど の8ページの方に戻っていただきますが、食品の流通で汚染されたものがそのまま福島県産であったというふうに仮定して、それだけ食べてたという過程を置いてます。そのために全ての県民が同じ線量を付与されているわけですが、これはアンスケア自身、もし福島で消費された食品の 25% が114パラグラフの下から3行目ですね、県内産であったと仮定した場合、事故後1年間の経口摂取による実効線量の推定値は本委員会の推定の 30% になると考える。非常にこういうふうに少しこの辺もかなり大きな不確実性の要因になっているところになります。ですから今日 このデータっていうのはある程度吸入線量で地域によって凹凸があるので、その凹凸がどのくらい
まあ、実際の線量評価に影響しているかという、そういう相対的なものを見ているものというふうに理解していただきたいと思います。ここに書いてある数値そのものが信頼性が高いというものではないということを十分意識しておいていただきたいと思います。ちょっと長くなりましたけども、こういうアンスケアの線量評価っていうのは今改定作業に入ってまして、おそらく2021年あるいは22年頃に報告書の改定版が出るというものにを考えまして、現在作業が始まっているところですので、将来ブラッシュアップされた線量を、この甲状腺がんの疫学調査に使えるようになってくるだろうと思います。で、ですから今日の解析っていうのはそういう意味での途中段階の線量評価を使ったものだというものとまず理解していただきまして、その上で委員の先生方方法論とかあるいはこの実際に解析をしている結果等に対して何か疑問点あるいは質問がありましたらお願いしたいと思います。はい、片野先生。片野です。今のご説明で、その食事由来のものはその結局相対的な差がゼロであるという仮定を置いているということは、今回 の, その分析ではその食事由来のものはもう考慮していないというふうに考えてもいいということですね。分かりました。であともう一点、資料でその最小の、複数の値があった場合に最小の値を左右した場合というような説明がありましたけど、その最小を使うか最大を使うかっていうのがその結果にどういう影響を及ぼすかっていうのをちょっと確認をしたいんですけど、もしその線量による勾配があった場合にその最小のものを使った方が勾配が強く出るっていう、そういう理解っていいですか。その横幅が短くなるっていう、そういう理解でいいですか。依頼の方に確認すればいいですか。はい、そのような理解でよろしいかと思います。わかりました。で今回は最大も資料には入ってないけれども最大のものを使った結果でも同じだったという、そういうご説明。資料の方には最大と最小の両方の結果を入ってます。はい、失礼しました。ありがとうございます。こういう線量との関係をのグラフを見るっていうのは私たち放射線疫学やってるには非常にファミリアなんですが、一般の方はあまり慣れてないと思います。はい、吉田先生。この 6歳から14歳のところでですね、20ミリキュリーから25ミリキュリー以下のところがいずれもみんな高くなっているのは何か理由みたいなのが考えられるかあるんでしょうか。はい、大平先生。はい、こちらに関しましては先行検査と本格検査と、両方ともですね同じようにですね、高くなっているということを考えれば、もともとのですね、地域特性を示しているものかもしれないということが考えられます。小野先生、何かコメントございますか。片野先生、すいません、ちょっと今聞き漏らしてしまったんですけど、はい、もう一度おっしゃっていただけます。線量との関係で、20ミリキュリー以上、25ミリキュリー以下のところが、いずれも発生率が、オッズ比が 1.5 ぐらいになっているんですけど、これは何か意味があるのかということの質問です。片野ですけど、私が答えるべき立場になるかちょっと難しいところではありますけど、もし仮にその線量の効果があったとすれば、両班の関係があるという考えるのが自然なので、そのこう局所的にどこが優位かっていうのを見るというよりはやっぱり勾配を見るべきなんじゃなかったなというのが私の意見です。
な答えには、なんで20から25のところが跳ね上がってるかという質問に対しての答えというのは今実際はないんだと思うんです。で、まあ、先ほどの議論の中でいくつかの行楽意思があるということが分かってきてますので、そういうものを調整していったときに、ここはどういうふうに動くのかというのは今後解析する話だろうと思います。で、片野田先生がおっしゃったもう一つのポイントは、もし線量効果関係があるんだったら、やっぱり25から30あるいは30以上っていう方向に向かって、線は上がっていく、交通費が上がっていくっていう方になるはずためが、現在そうなってないということを強調されたかと思います。あ、片野田、もう一点は信頼負荷が非常に広いので、おそらくその実際に観察されたアクセアライアクセンター街の数というのが、その他の線量グループに比べて少し少ないのかなというような印象を持っています。で、実際そのもうあれですか、結果についての議論に入ってもいいんですか。なんとなくその手法的なところを先に、手法的なところで多分委員の先生方十分理解されてない可能性があります。よろしいですか。南谷ですけど、これは住民票があったところでの、なんていうんですかね、その地域分けっていうことですか。要は、避難、ずっとそこにいたわけじゃないんですよね。避難の行動パターンとか考えると、どこに住んでたかっていうことをだけで検討すると、何を見てんだかなって気がするんですけど、いかがでしょうか。はい、大平先生。はい、大平です。ご指摘のようにですね、これこの住所は、避難震災当時の、住民票の、住所を持って解析をしております。ですので、先生がご指摘のように避難の経路によって、まあ、異なる可能性ももちろんありまして、そのためにですね、先ほど、申し上げましたように最大値最小値両方をですね当てはめて、まあ、計算したということでございます。ちょっと追加しますと、放射性要素の内部被曝っていうのはかなり初期 の、 まあ、3月12日とか3月15日のブルームで、まあ、場所によっては例えば、ね、その後の3月10から20とかそういう後半のブルームを影響する地域があります。で、避難地域の方々っていうのは最初のそのブルーム初期のものに当たった後、結構県外に避難してしまってるんで、逆に線量の低い人たちが出てきてしまってるというところが、うちのアンスケアの線量評価の中でも少し見えてるんだと思いますが、基本は最初 の、 時期のどこにいたかっていうので、かなり内部被曝の量っていうのは規定されていきますんで、まあ、1年間どこにいたっていうことで実際アンスケアは評価してますが、要素の内部被曝という意味でいうと3月の前半部分がかなり効いているというふうに理解しています。阿部先生いかがでしょうか。本題は高野ですけども、ちょっと私は勘違いしてるかもしれませんけど、浜通り、中通り、避難区域を分けたときは、避難区域から悪性の患者の率が高かったという結果というのは、このデータに反映されてるんでしょうか。検察の大平です。今回の解析は同じデータセットを用いて解析を行っておりますが、区分をですね、アンスケアの水系甲状腺吸収線量を用いてですね解析した結果こうなっているということでございます。すみません、そこで先ほどの細胞診の実施率とかが噛んでくると、またデータ変わってくる可能性というのはないんでしょうか。は
はい、もちろんその影響はですね、多少ならずともですね、出てくる可能性はあります。先ほどですので、鈴木先生がおっしゃったように、地域、それから、それから細胞診の実施率もですね、将来的には踏まえて解析を行う必要があるんじゃないかなというふうに考えております。はい、線量を地域っていうふうな地域間の比較から線量に変えたっていうのの一つは、同じ避難地域と言ってても実際は線量がかなり凹凸があるということです。このアンスケアの例えば40ページでも41ページでもいいんですが、10歳児のところで見ていきますと、同じ避難地域と書いてますが、低いところは12、高いところは58とか、結構凸凹があるんですね。で、そういうものを入れていったときに、どこの地域で発見が多かったかというふうに、解析し直している。片野です。今 の, 資料5の40ページのちょっと見方について確認なんですけど、その、このテーブルは避難区域 の, その人たちのテーブル で, で例えばその、40ページの一番上の富岡であれば、富岡にずっといてこの 4.4 で暴露した場合と、でその郡山に避難してそこでその23に暴露した場合って、その2通りをやったというような理解でいいんでしょうか。先生すいません、これはですね、例えば富岡の人はほとんどが郡山に避難しているので、この避難経路は郡山ですというこういう意味合いですね。ですので、例えば奈良派であれば、田村に行ってる人もいれば会津美里に行ってる人もいるという、そこでその避難経路によって、吸収線量を、違うように評価しているという、こういうことです。あ、片側です。分かりました。で、一つ の, 市町村が必ず同じ一つに避難してるわけじゃなくて、その市町村によっては複数の場所に避難している場合もあるという。分かりました。ありがとうございます。はい。総務です。今のその40ページの表ですけど、デスティネーション、トータルドース、プロジェクテッドドース、アバウトドースが分かったんですけど、これは食事由来の被曝というのは全く考慮していないということですか。食事由来のものがこのデスティネーションのところに入ってます。入ってますか。はい。はい、ですから、この避難地域以外はそのデスティネーションのところで の, 食事の量っていうのが一律に全部付与されているけども、ここはそういう行った場所によって県外であればそこがなくなっている。だから埼玉だとデスティネーション度数が非常に低いっていうのはそういうことですね。はい、はい、それじゃあ心のあたりは大体質問が出尽くしたと思います。中身に関して質問でございますでしょうか。先ほど片野田先生に何か質問があったかと思います。先ほど質問に対する答えに関連してなんですけど、その、20から25のところで、こう見かけ上というか突出して高いという結果について、その、実際どの市区町村で市町村でその何例いたかみたいな数字っていうのは出ますでしょうか。郡山は一番多いとか、なんかやっぱり人口が多いところが多いとは思うんですけれども、その辺りの数は出ます。それはデータとしては持っておりますが、今手元にはございませんので、後日出そうと思えば出せるというか。はい、分かりました。はい、他ございませんでしょうか。はい、そうです。今のの関連で、今まで の, その検診の受診状況の表が全て地区別であれば、4つ避 難, 地避難区域等、中通り、浜通り、会津地方となってますので、この同数に関してですね、この地域ごとの分布が分かるとですね、
まあ、今までの検診の受診状況とのこう比較が割としやすいと思います。で、今後やるべきこととしては、性年齢だけじゃなくて、その受診状況に応じた、まあ、調整を行うということが必要なので、そこのアンバランスがどの程度起こっているのかというところを確認する、まあ、ちょっと参考にはなると思います。はい、はい、その辺は、まあ、宿題として今後検討をお願いしたいと思います。はい、片方で。片方です。私もちょっとまあ今後 の、 提案として、先ほどのまあ資料1との絡みでその申し上げますと、その細胞診の実施割合をまあ2群なり3群なり分けて、それで見てはどうかということと、でもう一つはその、実施年度ですね、その2014年、今、どこでしたっけね、他の資料で、実施年度の地域を確認してたところなんですが、参考資料の2ですね、参考資料の2 の、 2ページ目に本格調査の、平成26年、2014年度の実施地域と、平成27年、2015年度の実施地域の色分けがされてますけれども、これとちょっと比較しながら見てたんですが、少なくともその2014年と平成26年度の実施であれば、ある程度その線量のバリエーションが確保できそうなので、その2014年度の実施地域だけに区切って同じその表を書いてみるのも一つの方法かなと思いました。はい、大平先生、今の分かりましたでしょうか。どうしてもですね、細分するとその症例数が少なくなってしまうというですね、そういうリミテーションは出てくると思いますが、解析自体は可能です。はい、ありがとうございます。はい、で今回のデータとはちょっと違うんですけども、今まで発見率というのか、まあ、発見をアウトカムにしてますけども、これ本来は罹患をアウトカムとすべきであって、先行検査を受けた全員についてですね、検診以外で発見された甲状腺もこれ把握すべきところです。で、従来からがん登録との照合というのが必要であると言ってきていますけれども、少なくとも2015年までは県の事業として行っているがん検診、がん登録に関しては県の判断で照合できると思いますので、それをぜひ進めてほしいと。で2016年以降はこれ全国がん登録で、今体制がちょっと変わっていますので、まあ、全国で の、 その利用申請になるので、それはちょっとまだ時間がかかるかもしれません。はい、ありがとうございます。非常にタイムリーなご意見だったと思いますが、これは県の方あるいは医大の方でがん登録を今後どういうふうに使っていくか、何か今の考え方がございましたらお願いしたいと思います。まあ、もし今即答できないようでしたら、この次にでも準備していただきたいなと思います。まあ、今以前から曽根先生からご指摘いただいているように、地域がん登録のデータとの照合、また全国がんのデータを用いた集計等をやっていくということで、県と福島医大の安村です、進めていくということは考えております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。できればこの次にでもですね、だいたいどういうふうなスケジュール感で動いているか報告していただければと思います。よろしくお願いしたい。はい、吉田先生。話ちょっと戻ってしまうんですけど、この、二次検査の実施率及び悪性内視悪性疑いの発見率といったところの一連の表でですね、発見された人たち、発見というか罹患した甲状腺がんのですね、年齢別の層別っていうか、そういうのはやらなくていいんでしょうかね。この放射線の方は6歳から14歳、15歳以上というふうに分けて書いていますけど、そこのところ一番交絡因子の中で関係するのはやっぱり年齢じゃないかなと思いますので、
はい、それも今データとしては多分解析前のものはあると思うんで、また次回にでも示してもらえるといいかと思います。こういう細胞の実施率あるいは発見率というものと年齢の階層別というかと思います。はい、志村です。前回の評価部会で年齢階層別の細胞診実施率のデータは出させていただいたと記憶しております。参考資料1です。参考資料1の表1が単なる年齢別で、表2がそれを、検査間隔3部に分けた層別となっておりますので、ちょっとこれをご覧いただいて、またさらなるちょっと解析が必要でありましたら、またお教えいただけるとありがたいです。はい、吉田先生、いかがよろしいでしょうか。はい、はい、それでは予定の時間少しオーバーになってきましたんで、次の議題に移りたいと思います。次に甲状腺検査対象者への説明同意について、次の記事に移りたいと思います。事務局の方から説明をお願いいたします。はい、資料としましては、資料 2-1 をご覧ください。前回の、検討委員会におきまして、評価部会の中で甲状腺検査のお知らせで、メリットデメリットの周知内容について素案を作成して検討せよというご指示がございましたので、作成しました。現時点におきましては、ページ ② の5がお知らせということになってまして、ここで、簡単な説明がされている状況でございます。改定に際しましては、前回第11回の評価部会で各部会員の先生方のご意見をいただいておりましたので、それを反映する形で、また検査対象者にとって分かりやすい表現や、手法を用いることに留意して作成いたしました。まず今回の改定案として、お知らせという冊子の 表紙に、丸2の1ページですねに、メリットデメリットの、要約というか主なものを文章化しまして、詳細なものは、別のところにあるものをご覧いただきたいという旨を書かせていただきました。それで、別紙に関しましては丸2の3ページに、とりあえず現時点で少しまた実際皆様に見ていただくときには見やすくしたりとか、そういった工夫をするつもりではありますが、案として、作成させていただきました。最初に検査が始まった経緯と、検査にはメリットデメリットのあること、あと、一般的には、甲状腺の、超音波による甲状腺検診は、行われてこなかったということを記載させていただきました。内容では、メリットが1から4、デメリットが1から4ということでまとめさせていただきまして、メリットの1から3およびデメリットの1から4は、前回の、評価部会の先生方のご意見を、整理した形でまとめました。メリットの4番に関しまして、我々が、並走を説明している内容を、反映させていただきました。ご説明は以上です。はい、ありがとうございます。続けて、この、改定案を部会員の皆さんの中に会談しまして、またコメントをいただいてます。でそっちが資料の2の2の方にまとめてあるかと思います。これについて事務局の方から少し
説明をお願いいたします。はい、県民健康調査課の鈴木でございます。2-6、資料 2-2 をご覧ください。お知らせ文は、お知らせ文改定案について、事前に各部会にお送りし、ご意見をいただきました。内容を列挙したものでございます。内容について簡単にご説明いたします。まず、資料 2-1 の2-1ページ部分でございますが、このお知らせ文改定案に対しまして、アミブカ委員から、今まで甲状腺の超音波検診が一般的に行われてこなかったという記載がなくなり、曖昧に感じるというご意見をいただきました。次に2のお知らせ文中段18から23行目での目的記載部分についてでございますが、総合医部会員、高野部会員から、検査の目的としての記載内容を変更すべきというご意見をいただきました。次に3のお知らせ文講談24から31行目の、メリット・デメリットの記載について、総合医部会員、高野部会員から、別紙の説明内容との整合性や重複する部分があるので不要ではないかというご意見をいただきました。次にお知らせ文最後、4の32から34行目、検査希望の確認についてですが、祖父江部会員、高野部会員から、18歳以上の方からの本人同意について、16歳以上からの方からの本人同意についてご意見をいただきました。次に2の7をご覧ください。資料2の1の2の2ページ、別紙甲状腺検査についてですが、5の資料全体について、祖父江部会員から、証拠に基づいた記述にすべきであり、既存のガイドラインの引用として愛薬報告書を引用すべきとのご意見をいただきました。高野部会員からは、メリット・デメリットを利益と害とすべきというご意見をいただきました。次に6、1から6行目に対しまして、片野良部会員、祖父江部会員、高野部会員から、ご覧の記載のないような通りのご意見をいただきました。次に2の8ページでございますが、7の7行目から全体につきまして、高野部会員から整理の仕方についてご意見をいただきました。次にメリット部分、8から12までについて、祖父江部会員、高野部会員からエビデンスがないなどのご意見をいただきました。次に11、メリット3に対しまして、加藤の部会員から受診者のメリットではないかというご意見をいただきました。次に2の9ページでございますが、13のデメリットを1、2、4について、高野部会員から若年者の甲状腺がんは早期診断、早期治療が必ずしも利益にはならない、若年者の甲状腺がんが通常のがんとは大きく異なる自然史を持っていることを説明する必要がある、そして改定案についてご覧の通りのご意見をいただきました。次に14、デメリット1についてですが、アミブ会員から甲状腺がん検診は推奨されていないことを記載した方が良いというご意見、祖父江部会員から利益が示されていないということを利益の部分に記載すべきというご意見、加藤部会員、南谷部会員から若年の甲状腺がんの転移や予防についてのご意見、南谷部会員から甲状腺乳頭がんの死亡率がもともと低いため別の指標を用いて比較すべきとのご意見をいただきました。次に15、デメリット3についてですが、片野田部会員からこの項目に対する脚注として本格検査におけるがんないしがん疑いの割合を記載すべきというご意見をいただきました。次に16、デメリット4についてですが、南谷部会員からこの項目は甲状腺検査のデメリットではないというご意見をいただきました。
次に丸2の10ページですが、丸17、参考全体についてアミング会員から全体として内容が甲状腺検査を受けるように誘導しているというご意見、南谷部会員から表やグラフで示した方がいいというご意見をいただきました。次に丸18、参考米印の2についてでございますが、片野部会員からベラルーシの検査との比較ではなく今回の検査における値を記載し低いという価値判断も不要というご意見、高野部会員から、超音波検査を受けた集団と受けない集団とで比較したデータを提示するようする必要があるというご意見をいただきました。次に丸19参考3についてでございますが、片野部会員からこの文章から、5ミリを基準とすることがなぜ過剰な診断の抑制とするのかわからないというご意見、高野部会員からこの基準で不必要な診断が妨げられているとは証明されていないというご意見をいただきました。次に丸10参考5についてでございますが、片野部会員から細胞診の実施割合の示し方についてご意見をいただきました。次に丸2の11ページをお開きください。その他といたしまして、アミブ会員から一般的な状況においてがん検診は推奨されていないというご意見、加藤部会員から甲状腺がんの一般論と特殊な状況での検査を分けて考えるべきというご意見、高野部会員からインフォームドコンセントの目的の説明の上で、がんについては可能性の段階から全て提示すべきであり、科学的根拠の乏しい利益の提示は慎むべきというご意見をいただいております。最後になりますが、参考資料3としまして、前回部会までにいただいたご意見を添付しております。事務局からの説明は以上でございます。ご協力よろしくお願いいたします。一番最初にですね、まず資料全体、アミーブ会員の、今までの甲状腺の超音波検診が一般に行われてこなかった記載がなくなりっていうのは、1ページ改定案のお知らせのページになくて、次の説明文の方にはそれが残っている形になっていますか。これはアミブ会員、この一般的に症状のない人に対する甲状腺の超音波検診は行われませんでしたということが、メリット、デメリットの方の最初に書いてあるのを、甲状腺のお知らせの方にも書くべきだという、そういう理解でしょうか。お知らせの表面の方は、今まで通りでいいのかなっていうふうに思ってまして、このメリット、デメリットの方は、もっとメリットとデメリットを単純に羅列するっていう形の文章にした方がいいのかなっていうふうには考えております。はい、それから2番目、これはちょっとこの検診の目的の書き方のところで、祖父江院の方から、本格検査、甲状腺に関わる健康影響を最小限にすることと、放射線と甲状腺がんとの関連を正しく評価することを目的としていますということを、このお知らせに書くべきだというご意見でしたが、これは県の方から。もともとここに書いてありますように、甲状腺検査、不安に応えるために始まったということで行われ始めてますので、ちょっとコメントいただけますでしょうか。はい、参考資料4をご覧ください。県民機構調査官の鈴木でございます。第8回部会におきまして、甲
状腺検査に関する目的に対しまして、祖父江部会員からご意見があり、第9回部会で、ご説明させていただいた時の資料でございます。今回、祖父江部会員及び高野部会員から検査の目的をこれにすべきというご意見であります。甲状腺検査はこれまで資料等の記載の通り県民の不安に応えるために始まり、これまで子どもたちの健康を長期に見守ることを目的に実施してまいりました。第9回部会の時の事務局としてのご説明においては、検討委員会と評価部会設置要項における目的に包含されるもので評価していただく際の視点であると考えご説明したところでございます。検査の目的自体を変更する場合、検査の在り方についてのご議論ともなると考えております。今回の利益や不利益を丁寧に説明するとの趣旨でのお知らせ文の改定の協議とは別にですね、ご議論の上検討委員会にも図っていく必要があるものと考えております。事務局の説明以上でございます。はい、これは祖父江議員。いや、まあ受診者の方にこう目的を正しく理解していただくというのは、まあ、初期の段階ではちょっと難しかったかもしれませんけども、まあ、かなりこの時間が経ってですね、冷静になってきたときに検査の目的というのは何なのかということを考えていただくには、やっぱりその本来の目的というのはこういうものであるということをきちんと記述した方が、何のための検査なのかということを考えていただくための情報として有用だというふうに私は思います。南谷ですけど、まあ、の部会の構成メンバーが変わって初期からのメンバーは加藤先生だけだと思うんですけど、最初の時の資料をちょっと見てたんですけど、このファイルの第1回のところの資料2ってやつですね、丸2の6とかっていうパワーポイントのスライドだと思うんですけど、で、まあ、当初私の記憶では、まあ、被爆線量は、まあ、多くはないから甲状腺の検診はあまりやる必要はないっていうスタンスだったと思うんですけど、っていうことがそこの丸2の6の上のスライド11っていうところですよね。3つポッチがあって、まあ、線量が少ないけれども当然ながら不安があるから、まあ、検査を始めたっていうのがその検査の趣旨だと思うんで、で、まあ、それを変えるというんであれば、また、まあ、県民の方々の意識がどうなってるかっていうところを、まあ、確認しないとちょっとどうなのかなっていう気もします。まあ、この甲状腺部会の中で、この検査のそもそもの目的のところをもう一度書き直すっていうのは、まあ、先ほど事務局の方もこの設置要項自身から変えていくというような作業が必要ではないかという、ちょっと意見があったと思いますので、とりあえず今のままのこの設置要項の中に書かれているという面でいくというのが今ここに出されている案になっているかと思います。はい、祖父江です。まあ、我々が参加するようになってから議論した甲状腺検査の目的というのは、この被害を最小限にするということと線量との関係を正しく評価すると、この2点であるというふうに私は確認したんだと思っています。で、そこのところは、まあ、一応抑えた上で受診者の方に対しての説明文の中に加えるかどうかと
という議論をしていただくんだったら、それはそう、そこは議論が必要だと思いますけども、一応まあ目的としてはここで合意されたものだと私は思っていました。はい、一つはですね、まあ、当初から過剰診断というのは非常に大きな問題になってて、今現在検診体制というのは、まあ、いろんな議論をしてきた中でかなり精度が上がってきた、そういう意味で過剰診断が起きにくい体制が今作られてきてるんではないかと私自身は理解してるんですが、そういう現在における説明としては当然今祖父先生がおっしゃった結婚影響を最小にするというような検診体制をこちらがある程度評価している、まあ、過剰診断がなるべく起きないような体制が本当にできているかどうかというのを見ていくという意味ではやってるんじゃないかなというふうにちょっと思ってるんですけど、はい、そうですね。いや、健康被害を最小限するというのは甲状腺によるまあ、被害、甲状腺がんによるですね、まあ、端的に言うと、だから甲状腺がんによる、まあ、脂肪減少、脂肪を減らす、まあ、だけど脂肪は非常に少ないですから、それにまつわるような健康被害を少なくするということを目的にすると、検診を行うことによってですよ、利益の部分を、まあ、想定しての行為であると。ただ、まあ、甲状腺がん検診の、超音波検査の場合はその想定以外に不利益の大きさが非常に大きいので、その目的を達成するどころかですね、むしろマイナスの面があるということはその議論の中では、まあ、議論すべきことでありますけれども、検診、まあ、甲状腺検査そのものの目的としては何だかベネフィットを与えることを目的とすると、でそれと線量との評価をきちんとすると、ここは目的であるということが共通理解だと私は思っています。はい、確かに祖父江、吉田ですけど、確かに祖父江委員の言うようなことはこの会の第8回ですか、一番最初の会の時に議論されたことだと思うんですけど、この今言われているこの、なぜこれがこの検査が始まったかということにとは直接は関係ないんじゃないかなと思うんですね。これはだってこういう格好で始まりましたということを、それで今の状況をこの後書いてるわけですから。始まったきっかけを私言ってるわけじゃなくて、これの検査の目的です。何をもって目的を達成したかというか、はい、そちらの方になると結局メリットデメリットの議論のところに入ってくるんじゃないでしょうか。ためにというのが何をきっかけにして始まりましたという意味であれば、私の言ってることを全部取り下げてもいいかもしれません。何かを目的としてという意味で言っているのであれば、私の言っていることをちょっと議論していただきたいと思います。この、はい、今のスペシフィック、今のことに関して大阪大学高野ですけども、インフォームドコンセントの、まあ、フォーマットの原則としてやっぱり目的は示さないと、そもそもインフォームドコンセントと言えないと思いますので、やはり、まあ、形式的でもこれが目的だということは提示する必要があるし、まあ、その中身についてはまあ、議論の結果でいいと思いますけれども、この書き方だけではやっぱり不十分だと思います。はい、これに関して、まあ、依頼あるいは県の方から何かあるんですでしょうか。もともとこの検診が不安に応えるということだったので、ほとんどの人が心配するような状況ではないということをきっちり受診者に伝えるというのがまず第一の目的になっているんだと思うんですね。で、第二の
そこで実際に甲状腺がんが見つかった場合、それが過剰診断にならないように、そしてまた最適の治療を受けられるようにするというのが、それに付随してきている目的になるかと思います。でそこはその後のメリット、デメリットのところで書かれているんで、やっぱり一番最初にあるのは、この検診の目的っていうのは、不安に応えるというのが目的になるっていうので、私はおかしくないと思うんですけども、いかがでしょうかね。で当然そういう検診をやっていったときにデメリットもあるんで、それは十分理解してほしいということで、このインフォードコンセントの書き方になっているかと思っています。ですから、もし始まりましたという書き方じゃないとすると、不安に応えることを目的にしておりますというような書き方、なんかその辺のこっちの設置要項との関連でいうと、そういうふうな作りに修正あるのかどうかということかと思いますけども、いかがでしょうか。少なくとも甲状腺がもともと死亡率が高い疾患ではないですから、死亡率を下げるためにやっているというような目的ではないです。で、万が一見つかった場合は、やっぱりなるべく QOL を害さないような治療機会を提供するということになるので、大部分の人にとってはやっぱり皆さん心配しているようなものではないということを伝えられるというのが一番の目的になるように思うんですけど、私はそう思いませんけども、ここのところよりもむしろデメリットメリットの気づくのが重要なので、そちらの方の議論を進めた方がいいかと思います。はい、それじゃあ続いて次のメリットデメリットの方に移りたいと思います。これは実際の内容のところでいうと、丸三のところは特にこれはダブってるから。ここは一番最初のところに、検査のところにはあまり書かないでいいんじゃないかということを先生ご意見のどうですか。これはどういうふうに取り扱いますか。そうです。重複しているので、整合性を取るようにですね、きちんとした内容は別紙の方にというのでいいと思うんですけれども、ここに書いてあるですね、内訳のレポートの一番大きな事実として記述されているのが、専門家が不利益か利益を上回ると判断しているというところですね。でここは多くの人がそうは思っていないところなので、非常にこう重要な、というか必ず伝えるべきことだと思います。でここのところを議論していただきたいですけれども、そのことをエッセンスとしてここで書くべきであるというふうに思います。はい、これ後ろにいかがですか。IHACの現実に今、小児甲状腺がんの早期診断というのが本当にどういうメリットとして見ていけばいいかというところがあまり明確になってないで、IHACの報告書自身もそこはそんなにはっきり解析できるようなデータを持ってなかったので何も書いてないのだと思います。で、また日本のように非常に手術侵襲を限定してやっていくというような手術形態をとっているところもそんなに世界的にはないわけですね。
ちょっとその辺の日本の今の甲状腺の手術の将来ですか。はい、小児甲状腺がんっていうのは非常に甲状腺がん、甲状腺がんって言われるものの中にはみんな手術しなければ、甲状腺がんであるっていう診断がつきませんので、正確な診断がつきませんので手術やられたものの中では 1-2% しか占めないですね、小児甲状腺がんね。それで、手術しないでそれをずっと見ていくっていうことはできないわけですよね。見ているグループっていうのはありますし、ここでは非常に小さいものでは手術しないで経過観察してみようということになってそれを実際やってるんですけど、それはやっと始まって10年もまだ経たないような状況です。それでその手術しなかったらどうなるかというようなことは、正確なエビデンスとしてはないわけですね。それと手術したもので死亡率が低いから、全くその意味がないというような論調でこの、あれですね、WHO のアイアクですかのレポートが書かれてますけど、それを金貨玉状のごとくですね、締めるというの、僕この、アイアクのレポートっていうのは非常にエビデンスレベルとしては低いものだろうと思うんですね。で、低いものをいくつ集めても低いのは変わらないんですよ。本当に質が高いエビデンスっていうのは、やっぱり今この世界で最大のものっていうのはこの福島で出てきた甲状腺がんじゃないかなと思いますので、これがまあ、超音波検査で見つかった、甲状腺がんですね。ですからこれを手術しないでずっと見てたっていう群があればそれと比較するのが一番なんですけど、それにしてもまだ10年、20年、もっと30年、40年経たないと分からないですね。本当のエビデンスというのは出てこないと思いますね。ですからそういった意味で、あまりそのことを、WHO のこの提案というのは尊重すべきだろうと思いますので、どっかには書かなくちゃいけないんだろうと思うんですけど、これをですね、前面にだからといって、この内容を書き換えるようなことはしない方がいいと私は思っておりますけど。小児甲状腺がんというのは死亡というような意味で言うと老人の甲状腺がんに比べると死亡率は低いと思いますが、再発とか早期の転移とかそういうアグレッシブネスっていう意味で言うとむしろ高いで、そういう意味で QOL っていうのは小児の甲状腺がんそのまま放っておいて行った場合、QOL っていうのは間違いなく悪くなるっていう、そこの途中段階のエビデンスはいっぱいあると思ってます。ただ、どのステージで手術したら、それがどのくらい変わるかっていうような細かいエビデンスがないっていうのは、高野先生おっしゃってる通りだと思います。この列紙の方のこう中身にも入ってると思いますので、この意見でいくと、甲状腺の ② の ⑦ ですね、資料全体のところの意見として私に言わせて申し上げさせていただけるんですけれども、専門家の意見を羅列するという形で、ね、情報提供するのは非常に混乱すると思います。でもし提示するんであればですね、きちんと証拠に基づいた記述をするためにシステマティックレビューをこのグループでやるべきだと思います。ただそれをしている時間とか労力というのが限られてますので、既存のグループが行ったシステマティックレビューの結果を引用するということが考えられて、それでその意味で一番客観的でありレベルの高いまとめが IAC のレポートだと思います。これ、国際的な科学者が集まってやったものですから、これのエビデンスレベルが低いというんであればですね、やっぱりこのグループでやってですね、きちんとエビデンスレポートを
変わるのを出さないと、そういう言い方をするのはちょっと良くないというふうに思います。はい、確かに。エビデンスレベルが私が低いと言ったのはですね、もともとエビデンスの元となるエビデンスがないから、それを無理に、してるから低いという話をしたんで、これやり方を変えてもですね、そういうエビデンスとなる元のデータがないので、変わらないんじゃないかなというふうに思います。これはどなたがやってもそうじゃないかなと思います。だから分からないということですね。部会の中でも早期ステージ1承認甲状腺がんに対してステージが高いほど予後が良くなるっていうようなデータはある程度出てきて、ただ症例数が少ないということと、それからランダマイズトライアルのような形で比較検討したような論文ってのは1個もありませんから、結局その辺がエビデンスレベルが低いというところにつながってくるんだと思います。だから僕どのレベルの、どのレベルのエビデンスを持って QOL が改善するというふうに考えるかっていう、エンドポイントをどう捉えるかっていうので随分変わってくるんだろうと思うんです。 IARP の論文は決してその QOL をエンドポイントにした解析っていうのはやってないですよね。で今まで私自身もいくつか見ましたけど、結局まだそれに関するエビデンスが蓄積、そういう報告が見当たらないから判断できないっていうような判断をしている報告書結構多いんだろうと思います。はい、皆さん。はい、皆さんですけど、いろんな症例集積ペーパー、小児がんで出てますけど、そういうの大体見ると、肺転移が大体3、ちょっと方向によって違いますけど、2、3割あると。大人は肺転移が 10% ぐらい。だから大人に比べると、肺転移はとても多いっていうことですとか、あとは、福島県のデータでもそうですけど、それもちゃんと論文になってますけど、頸部リンパ節転移だとか、腺外浸潤もかなり多い、7割以上でしたっけ、あるとかっていう、そういうデータがちゃんと出てると思いますし、で、あと、でちょっと出しましたけど、この病院のデータでもアクティブサーベイランスは、年齢が低い方が、ただ病院のデータですから低い人も20代とかですけど、20代の甲状腺がアクティブサーベイランスしていると、どん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 大きくなる率が、30代、40代、50代に比べると高い、活動性が高いっていう、そういう報告は出てますよね。ただ、それぞれの施設ごとのデータなんで、メタアナリストができるかっていうと、それはなかなか症例数が少なすぎるんで、福島県でも今の時点で125例ぐらいでしょうから、なかなか難しいような気もしますけど。先生方ということはですよ、その IARP の、レポートで行っているそのハーム&ベネフィットのそのレビューですね、これがレベルが低いと、で個々のレポートを積み上げた方が、違った答えが出てくると、アイアのやつは基本的に私が言ったのは放射線とは関係ない小児甲状腺がんの話であって、で今回ここでやっているのは、アイアの方も放射線に誘発された、甲状腺がんのスクリーニングはリメリットの方が多いって、そういうことであって、ですから小児、ここで見つかっちゃってる小児甲状腺がんが、放射線が関係ないとしたらば、それはそれでまた別に大事な議論になると思っています。わかりますかね、言ってることは。よくわかります。ちょっとここの誤解は解いておきたいんですけども、小児甲状腺がんが非常にアグレッシブで経過が悪いというのは大きな誤解だと思うんです。
まずプログノーシスは大人の方に関しては圧倒的いいですし、それからちょっと福島のケースで考えないといけないのは、あの超音波で見つかったケースであるということ、それからあの今まで南谷先生が論文のレビューとかでおっしゃっているのは症状が出てアドバンスな状態で見つかった例であること、ここに大きな違いがあって、それでアドバンスな例で見つかってもあの非常に障害プログノーシスめちゃめちゃいいですから、それとあと熊病院のデータも出されていましたけれども、熊病院のデータでは別のデータもありまして、30歳以降になると成長止まってくる、こういうデータも出てます。ですから基本的には10代20代で非常にアグレッシブに成長して転移とかもしますけれども、その後はだんだんおとなしくなるという性質があります。ですからちょっと大人の甲状腺がんと一緒に考えると大きな判断ミスを起こすんじゃないかなと思っています。プログノーシスって 何を言ってるんですか。あの一般的な、死亡率です。先ほどから出てますけど、死亡率はもともと低いんで、まあ、子供にとって生きるか死ぬかというんじゃなくて、やっぱり、QOL ですから、生きるか死ぬかでそれでいいって言われても、まあ、小児科医としてはそれはちょっと認められない、許せないですね。やっぱりどういう学校生活を送れるかってそういう意味からですし、であともう一言言わせていただく と、福島県で見つかっているケースでも、もう肺転移が3人いますし、早期に見つかって見てるのでもそうだと。ですから症状が出て、まあ、もうちょっとほっといたら、まあ、肺転移が増える可能性はあると思います。大阪大学高野です。あのですからそこで問題になるのが、あの超音波で早期に見つかっている、なのに8割以上がすでに甲状腺がんに進展している、これをどう考えるかということで、じゃあ超音波かけなかったらどうなっているのかということですと、おそらくあの先生おっしゃっていた肺転移などを起こしている例を除いて、今でもおそらく無症状でいるんじゃないかということは十分推測できます。ですからそれをもって非常にアグレッシブな症例を捕まえているという考えがやはり違うんじゃないでしょうか。多分それはあの今の例えば学会の超音波の所見から、まあ、バイオプシーを行うかとか、今実際にあのどの症例がよりアグレッシブで手術に向けた方、まあ、検査をした方がいいかっていうことを、まあ、実際に県立医大の方で実践してるわけですが、そのクライテリア自身どう思われてますか。それ自身がもう間違いだというふうな考え方でしょうか。大阪大学の高野です。あの今回のケースはとにかく世界で初めてのケースなんで、あまり先入観を持たずに考えた方がよくて、やはり一番問題になっているのは放射線の影響がないとされながら罹患率が跳ね上がっているということで、じゃあ跳ね上がった分の罹患率を、出している患者というのは何者なのかというところにして待たなきゃいけなくて、その患者さんがほっといたらQOL がガグッと悪くなるような患者さんなのかというところが考えるべき点だと思います。なんですけど、放射線の影響がないとおっしゃられた時点でこの部会は存在する意味はないと思いますので、やめた方がいいと思いますけど。追加します。先ほどの議論でも、まあ、県民の不安を解消するためにやっていると、まあ、甲状腺がんが不安というんじゃなくて、放射線によるそういう、なんていうんですか、影響をみんな不安で、まあ、影響を一番受けるのは甲状腺だから、それで甲状腺の検査をしていると、そういう認識で私はいます。まあ、この議論、まあ、委員の立場がきれいに分かれてしまってて、なかなか妥協点がないという、測定がないというのが一番の欠点の議論になってしまっています。で、いくつかの点に関して、メリット、デメリットの中で、具体的に挙げてきた中で、
これはやっぱり違うんじゃないかというようなことをもう少し議論していただけないでしょうか。最終的にはこれ県立医大の方が、まあ、あと親委員会の方がこういう文章でやっていきたいといったときにどう判断していただけるか、こちらがそれに対する論点を十分ディスカッションできているかどうかということが重要かと思っています。メリットに関していくつか例えば丸九メリットの1のところに甲状腺に異常がないことが分かれば放射線の健康影響を心配している方にとって安心とそれによる生活の質向上につながりますということに関して祖父江先生が証拠に基づいた内容ではない、これはどういう証拠を期待されて書いているのかちょっと説明いただけますでしょうか。まあ、安心あるいは生活の質の向上、これどうやって測るかということですね。はい、安心に関しては例えば栃木の方で同じような検診をやった後 の, アンケート調査をやった先生がおられますが、まあ、結果として大丈夫だったって言われた時に安心を覚える方が大部分で、そういうようなそのレベルのエビデンスでよろしいんであれば引用ができると思います。どうですか、検診受けた人の中で、受けない人と比べて相対として安心というなんか指標がですね、改善したというんだったらそれはそうかもしれません。ですけど中にですね、異常がないことが分かればじゃなくてですね、異常がある人がいますね。で、間違って異常があると言われた人もいますね。そういう人たちの不安のところはやはりきちんと考えないといけないと思います。ですから受診者全体での総量としての安心とかですね、生活の質の向上が上がるんだったらやるということになるんじゃないですか。はい、ちょっとそれは県立医大の方に少し振りたいんですが、今までそういう受診者の意向調査っていうんですか、そういうものっていうのは実際にやられてますでしょうか。すでにパブリッシュしている論文の中で放射線へのリスクへの、心配が、甲状腺検査を受けた方で下がったという論文は出しております。で、あとは心のケアの方でいわゆる心的な状況を測る報告を、検討委員会でたびたび行ってますけども、それは、甲状腺検査が原因かどうかっていうのは難しいところですが、軽減しているという、そういうエビデンスもございます。はい、ある程度依頼の中で受診者に対する調査の結果は確認されたものもあるというようなご意見でした。しかも全くエビデンスがゼロということではない。個々のその、断片的な論文をですね、根拠として記述をしていくというのもいいですけども、それで一体何を受診者の方に伝えるのかです。で、総量としてですね、メリットとデメリットとどちらが一体大きいのかということの判断をですね、一体誰がするのかですけども、それをこう個々のこう事実を羅列して、しかも専門家の意見も含めてバラバラな意見をですね羅列をして、で、それで、判断を受診者の方に求めますという態度だけでいいのかということです。はい、それは、はい、よろしいですか。エビデンスということなんですけど、これ説明文であって、これを実際に読んだ人がですねどの程度かと分かるかということでですね、エビデンスを積み重ねてこうですこうですという説明は論文としてはいいかもしれないんですけど、一般には
配るあの説明文としてはこれでいいんじゃないかなと私は思いましたけど。はい、片野と片野ですけど、もともとこの部会でそのメリットデメリット両方あるから説明した方がいいという意見が出てこれを作っているわけで、そのこの部会としてはそのどちらが多いかという判断まではしないものと私は理解していて、でそういう意味ではそのメリットとしてその安心を与えられるというのをまず記述して、でデメリットとしてもしかしたらその治療の将来治療の必要がないものが見つかる可能性もあるという両面を記述するのであれば今のままで私はいいと思います。はい、ありがとうございます。ところを示していただいたようなんですが、いかがですか、アミー先生。あ、いいです。私の意見としてはですね、そのこの福島の検診を機に、対象外への検診の広がりがあるですね。で、全然関係ない県で検診が始まったり。大人に対して、超音波検診が行われていたりというようなことが実際に起こってまして、そういったものは推奨されていないっていうのは、一定の事実だと思いますので、そういう記載をちゃんとした方がいいというふうな意味で、意見を書くという内容であります。確かに線量被ばくの可能性がほぼないという人たちに対して、甲状腺検査というのを積極的に推奨するところはどこもないわけです。で、一番福島で悩ましいのは誰もあなたたちは被ばく線量がゼロですよという保証をしてくれる人がないという現状だと思うんですね。で、今もアンスケアの私たち線量評価決して正しくないだろう、過大評価になってるだろうというふうに思ってますけども、やっぱりこういう形で一番国際的に線量評価に関して権威のある国連の科学委員会が福島の線量をこういう形である程度ゼロではないという形で言ってるっていうことは重いんだなと思うんです。ですから高野委員がおっしゃるように被爆がないからやる必要がないっていうふうな前提でまず議論を始めてしまうとちょっと難しい話になるのかなと思います。はい、っていうのは被爆がないからやる必要がないと言ってるわけではなくて、今までの結論で被爆の影響が見えるか見えないかといったときに見えないという結論を出しているにかかわらず罹患率が跳ね上がっていると、これをいいこととみなすのか悪いこととみなすのかということをぜひ考えていただきたいと言っていることで、被爆の影響はないということを言っていませんので、これはちょっと誤解を招かないようにお願いします。はい、ここはまた別の議論になるかと思います。それはこの間ずっとなんで検診のあり、受診率とかあるいは細胞診実施率とかそういうものが微妙に絡んできているという議論をしてきてますので、今その議論を心の中に落とし込む必要はないんではないかと思います。だからあくまでここでは過剰診断を間違えば起こしてしまうような検査をやってますということが伝わればそれでいいんだろうと思ってますので、そうですかね。先ほどの片野大臣の少し落としどころ的なご意見があったんですが、メリットデメリットを併記した形で、それがそれぞれそのバランスがどうなっているかという価値判断までは含まない形で説明文を作るという。はい、今、受けておられる人たちの、理解度を、調査した結果というのは、この間の国際シンポジウムでも緑川先生言っておられましたけれども、
不利益が存在していることを知っている人というのはほぼいない、もう1割以下という状況で、そのこう理解とのギャップをですね、とにかく埋めるのが一番重要だと僕は思ってます。それでここでデメリットってことが正面切って入ってきたんだろうと思ってるんですけど、でまあ不利益という言葉自体なじみのないことですけれども、そのことをまあ羅列することでまあ理解を得るということだと、いやまあですからアリアクのその不利益が利益を上回るという判断とか、まあ、これはシステマティックレビューに基づく、いわば専門家の判断ですけども、このことをきちんと伝えることが僕は重要だと思うんですけども、あれはあくまで一般集団ですよね。放射線だから、アイアークのは2つに分かれてて、アットリスクの人たちっていう、まあ、リスクがあると思われるグループに関しては別の話をしているわけです。ただあそこで線量をアイアークのグループは100から300ミリグレーというような線量を500です。100から500です。出してますけども、あのこと自身、あの論文の後に例えば今出てきている小児甲状腺がんの評価ですと、結構50ミリシーベルトぐらいから例えば相対リスクが5くらいになっているような論文も、これは一番小児甲状腺がんの歴学解析の中では一番新しくて、しかもかなり強いデータになっているんですけど、そういうものを必ずしも反映してないですから、アイアークがデビューしたっていう時点とそれ以降の話っていうのは少しやっぱり違ってくる可能性があって、必ずしもアットリスクと言ってるものが100ミリグレー以上だっていうふうに今断言しきれないんじゃないかと思ってるんですね。そうするとアットリスクにあるかもしれない福島の集団に対してどっちを使うのかですよね。アイアークのアットリスクの人たちに対するモニタリングと言ってるガイドラインと、それから一般集団リスクがない人たちに関してはスクリーニングはリコメンドしないという、どっちを使っているのか。今福島でやってるこの甲状腺超音波検査は線量に基づいてやってるわけではありませんので、前者のリコメンデーションに相当するものだと私は思ってますけど、いや、アットリスクの人たちに対する今検診という形でこれ始まったわけですよね。あくまで評価に基づいてはやっていないんですよね。線量が出てくるっていうのはどの集団でも疫学集団でもずっと後です。だから線量が確定した集団だから始めましょうっていうふうにはならない。その方がいいと思います。甲状腺検査の場合は確定した後の方がっていうか早急にあってもですね、何のメリットもないと僕は思ってます。片田ですけど、私もアイアークの報告書をかなり読んだんですけど、そのやっぱりそのやるかやらないかはその地域の社会的その状況に応じて決めるべきだっていうような、その最後はそういう格付になっていたと私としては理解してます。で福島においてはその住民のその感情なりその社会的な状況を考慮して今この検査が行われているというふうに理解しているので、そのあれをもとにこの福島でやるべきかどうかっていうのをここでその蒸し返すのはちょっと違うんじゃないかなと感じています。ちょっと時間もだいぶオーバーになってきてますんで、今いくつかご意見が出ましたんで少し修正しないといけないところも出てきたかと思います。一度今の議論の段階をやはり委員会の方に挙げてみて、こういう議論でまで来たという形で出したいなとは思うんですけど、前私アメラムテンズ前も言ったんですけど、基本的に小児科領域で臨床研究やるときは
小学生でも同意書を求めますんで、これ15歳以下は保護者とか、まあ、いろいろなんか案が出てますけど、小学生もサインを求めるべきです。でないと通常の臨床研究は認められませんので、その辺ちょっとまた、あとサインを求めるべきだっていうのと、あと説明文書ですよね。この説明文書を小学生が読んでわかるでしょうか。小学生がわかるような文章も作っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、医大の方で今の、まあ、同意のサインをいただく、小学生でもサインをいただくべきだという話でした。それからまた、そうなると小学生が理解できる別バージョンの説明書も必要ではないかというご意見でしたが、いかがでしょうか。はい、別にサインをいただく紙がございます。その、まあ、16歳あるいは高校生以上は、まあ、必ず本人のということで、まあ、それ以下の子どももサインはできるような形で欄は作ってありますので、ちょっとその辺の整合性はちょっとまた本学倫理委員会とも検討した上で最終的には決めさせていただきますが、基本的にサインをできるようにはなっております。で、まあ、いわゆるお子さんでも分かるような説明文書っていうのも重要であることも認識をしております。まあ、骨子が決まらないと、その後の説明の内容が決まらないので、まずこのいわゆるポリシーっていうか、方向性を決まってからの作業になるかと思っています。まあ、ある程度議論が平行線のままでなかなか着地点がないという議論が続いています。やっぱりいつまでも昔の同意書説明文のまま続けていくっていうのもデメリットに関してきっちり対象者の皆さんたちに伝えてないということもありますので、やっぱりあまり議論だけ長く続けるというのがいいことだとは思ってません。だから、まあ、今回出た内容である程度少しより明確に書かなきゃいかんというところがあれば、例えばメリットとデメリットに関して占領がないような人たちに関してはあまり推奨されるものではありませんというようなあやふの文章をどっかに入れるかどうかとか、そういうようないくつかのオプションが今あるんだろうと思ってますので、ちょっとその辺を少し議題の方で叩き台を出してもらって、一度委員の皆さんに回覧していきたいと思います。根本的なところを完全に書き換えるっていうことがなかなか難しいと思いますので、ある程度する相場な的になるかもしれませんけど、メリットデメリットなようなものを書いたものでまとめていきたいと思ってますが、よろしいでしょうか。はい、福島県立大学安村ですけれども、この改定案については甲状腺のチームのみならずですね、学内でも一生懸命理解してもらえるような文章を作ってきた経過がございます。で、今の議論をお聞きして部会長さんが先ほどおっしゃった落としどころっていうところはどこかっていうのを私も聞きながら考えていましたけれども、これをその小学生でも理解できるようなということも含めてですけれども、これだけ議論が一致点を見ない中で叩きだよと言われても、正直私たちがどういう方向でまとめていいかっていうのは非常に苦しいです。部会の方でしっかり方向性を決めていただいて、どういうポイントをメリットで書くのか、またはデメリットをどうするのか、あと委員の中にはメリットデメリットという表現自体変えるべきだという意見もございますので、ちょっと申し訳ありませんけれども、もうちょっと部会で詰めていただければ私たち最善の努力を最大限やりたいと思ってます。よろしくお願いいたします。まあ今の部会の中で完全にこう意見が
分かれてますんで、ある意味妥協点がないですね。でですから、あの妥協点としては、先ほど片野田議員がおっしゃったように、あの価値判断を含まないでメリットデメリットを羅列した形で、それを、まあ、完成品にするという考え方があると思います。でそこの中でまだ足りないというところ、例えばそういうアイアークの価値判断のようなものをどういう形でここの中に一文付け加えるかというようなところは、少しあの妥協点として残っているのかと思っていますので、あの少しその辺、まあその辺に関する叩き台、逆に言ったら、あのこの次の部会までに、あの少しあの委員の間で、私の方から何ていうか妥協点になりそうな文明を考えますんで、あの それをもとにもう一度部会の方たちにあの判断していただくというような作業をしたいと思います。で、まあ、議題の方からそれを出すのはしんどいということですので、ちょっと部会長としてそれをあの責任を持って出してみたいと思います。ただ先ほどから言いましたように、あのこれはあの全く考え方が違って、価値観が違ってしまってるんで、なかなか両方が完全にハーモナイズされるようなあのものってなって最終的に出ないんではないかと思ってます。ある意味それは、まあ、しょうがないのかなという気もするんですけども、あのなるべくやはり受信者の人たちに、あの何がメリットで何がやっぱりデメリットになるのかということを伝えるっていうのが一番 あのこの目的だと思いますので、あのそこは考えていきたいと思います。ちょっとあのまとまりがないあの今回成案を仕上げることができないという意味で大変申し訳ございませんでしたが、あの少なくともアイアークの価値判断のようなものを何らかの形で少し書き加えられるかどうかということは、少し宿題として残させていただきます。ではその、時間がもう18分ほど過ぎましたので、ここで今日の議論を聞きたいと思いますが、特に何か追加のコメントはございますでしょうか。それでは内容でしたら、あの今日これで記事の方は終了したいと思います。ありがとうございました。それではあの次回の部会の日程につきましては、正式に決まりましたらばお知らせしたいと考えております。以上をもちまして第12回甲状腺検査評価会を閉会いたします。どうもありがとうございました。